さまざまな類型が認められる現代日本の住宅。これは都市形成の歴史と居住階層によって育まれてきた結果である。今東京には伝統的な住宅や工業住宅、そして高層集合住宅、あるいは建築家が設計した独立住宅など、実に多様なさまざまな様式や類型の住宅があります。多様性ということだけに注目すれば、これは現代日本住宅が達成した特質だと言えます。しかし一方では、このような現象は伝統的な住宅の特質が崩壊し混乱してきたことでもあります。そこで伝統的な特質と現代の多様性をつなぎ合わせる問題が重要になるわけです。現代の多様な住宅ですが、住み方や住宅の意味、それから、空間の性格などに注目してみますと、共通する4つの特質がうかがえます。一つは門構えからアプローチや玄関構えの問題。二つ目には床形式の多様性の問題があります。3番目は和室に象徴される建物の作り方と使い方が結びついた独特の空間のシステムです。そして4番目として、部屋の内部と外部が多様に、そして細やかに結びついた関係を挙げることができます。これらの4つの特質はいずれも伝統的なものでありながら、同時に現代の多様な住宅にも共通する性格です。塀で囲まれた門を入り、奥深い前庭から玄関に導かれるという邸宅は、今ではごく限られたものになってきた。しかし、この住宅へのアプローチと玄関構えが日本の住宅では重要視され、さまざまに工夫されてきた。狭い路地にひっそりと続いている小さな町屋。磨き抜かれた玄関の格子戸にはいろいろな飾りをつけ、玄関サイドには植木鉢や草花などを用意して人々を温かく迎えてくれる工夫をする。近代的なホテルの客室への入り口が門や玄関構えを象徴したデザインとなっている例さえある。これらの例はたとえ大きな敷地が取れなくても、あるいは集合住宅やホテルなどの西洋的な形式を受け入れても、外の世界を受け入れる住宅の顔としての門や玄関構えを特に重視してきたことを示している。多くの日本人が狭い敷地に無理をして門や玄関を作る。これは日本人の住宅の理想像がこの門構えや玄関構えに深く根を下ろしているからである。日本の住宅ではどんなに西洋化や近代化が進んでも、玄関で下足を脱ぎ上履きに履き替えることや裸足の生活がなくなるとは思えない。これには日本の特に夏の湿潤な気候や木造住宅を主体としてきたこととも関係する。しかしやはり床形式の多様性を無視しては考えられない。1960年代頃まで全国どこにでも見られた農家や町屋、こういった様式では土間と板床と畳敷きの部屋、つまり座敷という3つの床形式を持つのが特徴である。
土間は生産や商業などの場であるだけでなく、外の世界と住宅内部とを結ぶ接点である。そこは近隣の気軽なコミュニケーションの場であり、北方系の竪穴住居以来の庶民住宅の伝統の上に立つ象徴的な空間である。板床は日本住宅の歴史の上で特殊な意味を持っている。南方系高床住居はやがて古代貴族の権威の象徴として表現され、正常な場としての観念が伝統として生き残った。同様に畳敷きの部屋も単に日本人の体質に合った素材というだけではない。武家住宅の様式を名主の家や上流商家を経由して一般化した畳敷きの部屋は、当初は冠婚葬祭時にのみ使用されたものであった。このように日本住宅の床形式の多様性は、北方系と南方系という原始時代からの系譜を異にする古代貴族の寝殿作りと、中近世の武家の主殿作りや書院作りという各時代の支配階級の文化を継承しながら複合的に融合したものだと言える。日本人はこのような多様な床形式に柔軟かつ繊細に対応し、豊かな住空間を作り上げてきた。和室は単に畳を敷き詰めただけの部屋ではなく、近世の書院作りでは武家の接客空間として様式化されたものである。建築の基本的な構造を軸組みとして一般化し、さまざまな用途へは造作として自在に対応する極めて高度な生産力を持つ建築形式である。書院造りの座敷がさまざまな階層の住宅に普及した原因である。この軸組み造作の構造システムによって、座敷、継ぎの間、縁などの複合的な空間構成や床の間、飾り棚などの座敷飾り、そして押し入れや各種の天井形式などが作られる。座敷飾りの使い方や襖、障子などの自由な開放によって、内部から外部への奥深い連続的な開放空間が生まれる。この連続した開放空間に座布団や座卓を使用すると、さらに多様な用途に対応することができる。つまり和室とは使う人間に比重がかかるわけで、箸や風呂敷などと共通する日本文化の特質になっている。現代では庭園と言えるほどの広い庭を持つ住宅は稀になった。しかし日本の住宅には、現代でも庭園と室内の関係を通して形成された空間の特質が色濃く投影されている。一つの例として、超近代的なオフィスビルの中に、あたかも自然のせせらぎのような川が流れている現代都市の新しい風景を見ることができる。ビルの地下などに実際の樹木を植え、路地を構えた茶室や料亭、
ここに自然の風景や庭園を大地の連続性から切り離して内部化しようとする新田造り以来の日本住宅の根強い伝統を見ることがある。古代貴族の都市住宅、新田造り。雨が降る山や森、田野を潤す川、そして海へと輪廻する自然界の人工的再構成は、彼ら自身の生きている世界を理想化したものであり、庭園こそ彼らの中心的な生活空間であったことを知ることができる。内部でも外部でもない曖昧な中間領域と複雑な建具形式、これこそ日本住宅の持ちうる懐の深いデザインということができる。日本住宅の豊かな境界デザインは、さりげなさの中に奥深い秩序を持っていることである。開口部や身近な景色に目を留めず、意識は自然に広大な外部の世界に広がっていくように作られた借景の技法。これは内部空間の心理的拡大だといえる。近接した庭園の景色を半円ごとの開口部と広円を通して、全体像を心の中で想像しながら見る。これは限られたスペースをカバーするためのある種のフィルター効果ということができる。障子の巧みな使用によって、近接した狭い外部を神話化した船入りの技法。この技法は壺庭や雪見障子として受け継がれている。茶室の路地は路地門、中門、中くぐり、にじり口など、そこに至るまでに徐々に開口部を狭めながら、幾重にも空間を区切り、少しずつ小さな植物や景物に意識が止まるように配慮したものである。歩く速度を緩めることで、にじり口をくぐった時に小さな茶室が広大なスペースを感じさせるよう意図したものである。明暗の変化、きめ細かな素材と空間の処理、家の象徴としての床の間など、これらはすべて外部から内部へと連続する空間の内面化を助長する卓越した空間構成法だといえる。現代住宅は言うまでもなく都市問題と一体になって考えなければならない。都市の過密化に対応し、魅力ある都市住宅を創造することは最も緊急な課題である。それらの提案の一つに、伝統的な自然庭園と室内の関係を最新の技術で大胆に構想化したものがある。また工業プレハブ化住宅の一群には、高度な技術を駆使しながら日本の伝統住宅の特質を積極的に取り入れているものが増えている。日本の風土文化の中で伝統的に形成され、日本人の生活思想の根底と深く結び合ってきた様々な特質をはっきりと把握し、現代の都市的条件や生産技術の中で、これからの住宅文化を築いていかなければならない。